レマニアの手巻きクロノグラフです。ミリタリースタイルを得意とするレマニア社が手掛けるヴィンテージコレクション。37mm 系ラージサイズケースに大型キャリバーを搭載しています。文字盤はブラックとゴールドブラウンのツートンカラー。全数字と優美なリーフハンドの組み合わせ。サブダイヤルは30分積算系永久秒針の2カウンター。外周にテレメーター、中央に多機メータースケールがライティングされた存在感のある風貌デザインです。SS ケースはスナップバックのビッグフォルム。ベルトは社外製のレザーストラップを装着しています。いつの時代も人気の高いレマニアのクロノグラフ。人とは違うものをお探しの方におすすめの一品です。レマニアは過酷な状況下で使用する空軍、海軍、陸軍、すべてのフィールドでクロノグラフが採用されるなど、信頼のおけるメーカーとして、確固たる地位を築きました。オメガやブレゲなどへムーブメントの供給でもその名を馳せています。コンディション、ダイヤル、文字盤、焼け、スポットなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは劣化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。大きなへこみなどはありません。風貌、チレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製、使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。クロノは上プッシャーでスタート、ストップ、下プッシャーでリセットします。日差は24時間の実測で100秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 19mm、ケース径は約 37mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 44mm、 厚さ約 14mm、 風防を含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。